どどどどんぐる FM どうも夏目役ですどうもなるみです今日はゲストが来てくださっておりますはい久々のゲストですねはい気づけばじゃあ紹介してあげてくださいはいこれはどこから 10x からやいやいラジオからりっちゃさんです <laughs> はい。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと簡単に自己紹介いただいてもいいですかはい。本名、中澤理香っていうんですけども、あの、ツイッターとかでよくリッチャーという名前でやっておりまして、リッチャで呼んでいただいてます。で、えっと、今は、えー、仕事は 10X というスタートアップで、人事とか広報の担当役員をやっています。で、あとは、さっき言っていただいた、ヤりあラジオというのは、あの、趣味で、 よかちっていう友達と2人でポッドキャストをやっていて、もともとずっとどんぐりリスナーで憧れていつかポッドキャストやりたいなって思ってて、2年ぐらい前に始めたのがやいやラジオです。いや来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。あますえー、ありがとうございます。すごい前からなんかちょいちょいなるみさんに会った時に、い,やいつか,なんかゲスト来てくださいよって言ってくれるけど連絡来ないからいつか呼んでくれるのかなってずっとうすうす思ってたんですけど。<laughs> <laughs> ついそういうの多いんですよ。嬉しいです。実行に移すのは遅れるっていうね。ありがとうございます、今日は。リッチャーさんとは、僕ら、結構前から知り合いですよね。ですかね。そうですね。何気に10年ぐらい経ちますかね。えそんな経たないでも、あの、前に何かのエピソードでお話しいただいたと思うんですけど、はい、多分渋谷のファクトリーっていうカフェで、成みさんを、ね、<laughs> 見かけたのが、まあ、でも8年ぐらい前ですかね。んそんぐらい前ですかね。偶然ねカフェで隣同士に座って そうですね、お互いを見せれた後 DM し合うっていうね <laughs> 気持ち悪い出会い方してますからね <laughs> そ,うそ,うそうなんですようんリッチャーさん当時あのミクシーにいらっしゃってはいであ新卒がミクシーなんですよねそうですねちょっと簡単になんか経歴を、はい、さっきあの今の社名だけ言ったんですけど経歴をお話しすると、えっと、10年ぐらい一応こう IT ベンチャーで働いていてもともと新卒で最初ミクシーに入りましてプロダクト企画とかをやっていて、うん でその後半年ぐらい、ちょっと海外行きたいなと思って、あのセブ、セブ島に留学に行ったりとか、うんうん、あとサンフランシスコでシェアハウスで住んだりとかしてたんですね。で、そのセブ島に行く前ぐらいに、夏目さんが当時、あのセブに行ったっていう、ね、あの、なんでしょうね、結構発信をされてたんで、それでコンタクトしにさせてもらって、お茶したのが、確かその頃ですね。うん、渋谷のなんかカフェで。そう、フリーマンズカフェそれも。はい,はいはい。確か。

名前忘れちゃった <laughs> そうなんですよその頃行かせてもらってあでその時そう海外で働きたかったんですけどで結果いろいろあって Yelp っていうあのアメリカの食べログみたいなサービスの、ま、日本のローンチのところをその次は仕事でやっていてコミュニティマネージャーっていうのを1年半ぐらいやってましたと。でその後メルカリで4年半ぐらい広報をやっていてで去年辞めてで今の 10X っていうまだ40人ぐらいのスタートアップなんですけどそこに入って。 で今1年ちょっとっとていう感じですねすごいですねずっとなんか話題のネット企業を渡り歩いてるっていうそういうイメージがありますよねいやいや恐縮ですねなんか <laughs> そう言っていただけるとメルカリもねすごい初期の方に広報一人目として入られてね、うん、あそうですねほぼそんな感じじゃなかったでしたっけ2015年とか2016年の1月に入ったんですけどす、うん、当時でも会社が多分150人ぐらいででもダウンロード数は 3000万ぐらい確かあってで候補はい選人の候補の人はいなくて役員の小泉さんとんあとはあの総務の人とかマーケの人とかがちょっと手伝いで候補やっているみたいな感じでしたね。ねすごいっすよねその頃まだ候補いないんだっていうね専人のね。 いやそうなんですよ。よく、あの、いなかったなと、はい、思います。ですよね。規模めっちゃでかいのに。なんか、お札でおったし、鶴が出品されるとかさ。<笑><笑>はい。ありましたね。その次の、なるみさんに結構、あの、取材とかでいろいろとお世話になって。そす、ね、お世話になりました、こちらこそ。なるみさん。 僕当時バズフィーロでしたねそうですね多分真面目な取材もしていただいたとは思うんですけどなんか会見とかでユニークな質問をいただくとかそうそう結構ねメルカリさんの発表会だといろんな記者さん来るからみんな同じこと聞き味だから僕はいつも変な質問してましたねそうですねそんな記憶すりま発表会の最後の方にちょっと1分変わった質問をしてみんなが顔を名声を変えるっていう結構ありました最近あれですよね 10月からねすごい取締役 CCO はい CCO っていうのは何の役なんですかあ Chief Communications? オフィサーっていうなんですんかあんまりまあ一般的なタイトルではないと思うんですけれどもうん、うん、私がやってることがそのメルカリの時は広報をやっていてで 10X 入ってからは広報、まあ、もやってるんですけど一緒に採用とか人事とかっていうところもやり始めたんですねでなんかこれはもともとメルカリの時に上司だった小泉さんっていうあの今会長な方とかも結構似たような なんでしょうね広報、まあ、って結構採用広報とかが最近多くなってきてるので、うん、なんか一緒に見たりしてるところを見ててなんかこれ一緒にやるのってすごく面白いなと思ってまして、うん、0.x 入ってからも同じくこう人事もやるようになって一緒にやってたんですけどなんかこれをこう、まあ、役員に推薦するよどうしようってなった時に、うん、なんかタイトルどうしようっていうのをいろいろ考えてなんかいろいろ考えた結果 まあ今、あんま一般的じゃないけど、なんか自分がやりたいことは、こう、コミュニケーション周りを全部見ていくっていうのが面白いなと思ってたので、じゃあこれにしようって思って、つけてみました。チーフなんとかオフィサーっていうの決まってて、なんとかの部分を何しようか考えたんですかあ、なんか、な,なん、でもいいというか、なんか自分で提案してみたいな感じだったんで、んまあ、v、VP とかでも何でもよかったんですけど、 なんかチーフそうですね。他がまあ CFO とか CTO とか、はい、CCEO とかなんで、まあ揃ってる方が呼びやすいからとかは考えましたねうん、うん。そっか、でもね、あのやっぱテンクスだとね、そういった部門でちゃんと担当役員を設けるっていうのがね、すごいいいなと思ってね。はい、あ、ありがとうございます。なんか結構そうですね。自分の中ではこうあんま一般的な役職じゃないので、うん、まあちょっと。 まあ増えたらいいなという思いありつつ、まあ、ど,うどういう反応が来るだろうみたいな思いながらちょっとそのプレスリリース発表させてもらったんですけど結構なんか広報とかあとその記者の方とかメディアの方とかからそういうコミュニケーションになんか担当の役員を置くとか、うん、そういうタイトルつけていくのすごく面白いしいいねみたいなポジティブな反応がすごい多くてびっくりしました。うん、すごい 10X らしいっていう感じがねしますよね。 ありがたいですね、うん、僕と夏目さんもよく話してましたけど、やっぱりチャーさん入ってから、10X っていう会社がなんか、謎の会社じゃなくて、あ、こういう仕事をする会社なんだなっていうのはね、うんうん、すげえよく分かったなってイメージがあるし、やっぱ話題になることが増えたなって気がしてますね。うんうん、あなんかどんぐりでちょいちょいこう話題にしていただいて、すごい。仕としてあるな,なっていう気がします、本当毎度ありがたいなと思いながら聞いてます。うん、あちなみにあの、ヤモトもめっちゃどんぐり聞いてます。ありがとうございます。僕らもね、ヤモトさん、ラジオ聞いてますので。そうですよね。うん はネットスーパーを支援するというか。 <あ>いろんなこの利用がネットに進出するための手助けをするようなサービスなんですよね。そうはい、クラブハウスが流行ってた頃に成美さんにあのクラブハウスで取材していただいたことが実はあるんですけどそうですね,、うんですねまあ、今日本でスーパーを運営してる、まあ、大手の方もいれば、まあ、地方のスーパーさんとかもいるわけなんですけどいろんな事業者の方にそのオンライン化のネットスーパーを始めるとか、まあ、今あるネットスーパーをもっとスマホとかでも使いやすくするとかあとはその裏側のこうネットスーパーから注文入ってスタッフさんがこう商品をピッキングしたりとか売られたりとか。 パッキングしたり配送したりっていう,こう一連のオペレーションがあるわけなんですけどそこをサポートするようなこうアプリっていうのも裏で持っていてステイラーっていうプロダクトなんですけどまあそれを導入していただけるとネットスーパーで必要なものを一気通貫で揃えてて提供できるっていうようなプロ, <laughs> プロ,プロダクトやってますねめちゃめちゃもうすごいなんかめちゃ今仕事仕事もうお願いします <laughs> ネットスーパー使ってます僕ライフのやつめっっちゃ使ってますすよえ本当ですかあ めっちゃ嬉しいです回以上使ってるる気がする、えー、すごい私もライフ家から結構近いのがライフなので自分も結構ライフ使ってますねそうそう最初なんかあの多少動かなかったのを久地さんに DM してあのほ <laughs> ですかあ <laughs> うちのエンジニアにそうそう助けてもらったりしました、うん、よかったえー、いやあれいいですよねていうかまあネットスーパーって絶対やった方がいいけど多分なんだろう IT と遠いからうーん,うーん やりづらかったんでしょうね。そのね、なんだろう。めっちゃむずいでしょ事業として。いや、むずいでしょう。だって在庫わけわからんじゃん。 もやしなんか2日でとかその日に賞味期限切れるやつをそこの管理やばそう <laughs>、はい、めちゃくちゃやばそういやもうめっちゃその通りすぎてそうなんですよなんかやっぱり本とかファ,ファッションとかこうアマゾンとか ZOZO とかまあ進んでる e c 化すごい進んでるわけなんですけどやっぱ食品ってまあこうね腐っていくものだしあと冷温とか冷凍とか常温とか温度帯もいろいろあるしあとはこうなんか白菜1個仕入れても半分にして売ったりするじゃないですか。 店頭でああか <laughs> あの4分の1とかでも売るじゃないですか。<laughs> うん、ってことはこう商品の正しい在庫データみたいなのを把握するのめちゃめちゃ難しいっていうのがありまして。なんでこう EC 化がやっぱり、まあ、するのがすごい難しいし、かつこう利益率とかもすごい高いわけじゃないので。 なんかこう手使わなくてなかなかオンライン化できてないっていうのがすごい課題としてありますね今天育さんが支援してるのとヨーカドーとかライフってことになるんですか、はい、そうですね大きいところだとはいうん、うん、そこの2つがやっぱり有名というかあのいろんなところ全国でやってるので使っていただいる方が多くて、うん、あとはちょっと地方あの東北エリアである薬王堂さんっていうドラッグストアとかあとは広島であるフレスタっていうスーパーとかなんかいくつか他にも、うん、えっとやってるところがありますねじゃあ近所にそういうスーパーある人が1回ウェブで見てみると うんうん、実はめっっちゃ便利かもしなないって感じなんです、ね、そうですすねねそうあとアプリがやっぱなんかうちでそのやらせてもらってるとこはスマホのアプリで結構見やすくなってるので、うん、なんかネットスーパーこうやってるとこでもウェブで商品数めっちゃ多いじゃないですかスーパーって。うんうん、なんですごいこう商品を探すのがめちゃくちゃ難しいブラウザとかも結構あるんですけど。 アプリで例えばライフさんとか見てもらえるとなんかまず野菜とかあってでその後肉とかあって魚とかあってその後こういろいろ乳製品とかあってみたいな,なんで割とこう店舗に行ってる時の感覚みたいな感じで買いやすくなってたりしますうん、うん、すごく簡単に言うとその辺にあるスーパー、うん その野菜売ってたりとかがオンラインで買えるようになってますよ。うんうん、リッチャーさんがやってる会社のとこだとってことですよね。そうですそうです。はいはいすごい便利。<laughs> ありがとうございます。僕ね少し違う使い方で言うと、うん、あの、はい、ライフ行ってはい。 アどういうことあ持って帰るの重いからってことですかだし例えば渋谷のライフって2階建てでどこに何があるのかよく分からんのよどっちが3階だっけみたいなあああ場所ああ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 なるほどでその時にもうそうとしたいのよネットのがわかりやすいみたいなけどどれぐらいだろう本当に10回ぐらい買ってると同じ UI だと同じものしか買わなくなってうんうん あの偶然の店頭で今日これ特売ですみたいななんかそういうのがとの出会いがあまりないからなんかそれを探しにスーパーへ行きあそうかじゃあ豚肉買おうみたいなのでオンラインで買うっていうすごい手ぶら めっちゃ面白い手ぶらで出てくへえ本屋行ってアマゾンで買うみたいな感じなそうでもちゃんとあれだからねんだろうその店舗のアプリで買ってるからまあまあライブの売り上げになるからいいよねそれはねすごい同じ店舗さんからそれはなんかありだなそう検索がだるいのよけど偶然の出会いは欲しいのよっていういやめっちゃわかりますそうですよね確かにパッと見てこれ今日食べたいかもっていうのあるよね ああそういえばブロッコリーって何か使えるかもなみたいなそれがあんまり変わらない UI だとずーっと同じので買っちゃうんですよねそうすると毎回何毎回同じ肉買って毎回同じネギ買ってってなってうんうんうん、うんあでも本当にでもそのネットスーパーの,あのユーザーさんの動向っていうのも基本的にはそのいつも同じもうセットみたいなの買うのが大体もうコアになっててでそこにちょっと追加で今日はこれ買ってみようかなとかなんかついでで。 少しし追加して買うみたいいななのが一番王道な使い方いやそうっすよねライフはちょっと違うけどあの声優のオンラインの方だともうはい、はい、ババーンと「あなたが前買ったのは全部これ!」みたいなのがもうめっちゃでかく出てて、うん、もうだから僕そっからもうパ,パパパパパってチェックして買ってるもん,うん、うん、そうですよねいやそこから買う人がやっぱりほとんど <laughs> あのすごい多いのでそうなんですよでもなんか本当はさっきその夏目さんが言ってたような店舗で買うならではの楽しさっていうのもすごいあるじゃないですか、うん うんうん、新しいものを見つけられる何か,かやっぱその辺はまだネットじゃできてなくて、うん、本当はもっとできてもいいはずなんですけどあるけどねあるけどねうん、うん、特売とかのタブっぽいのがあるのは分かってるけどうん、うん、なんかちょっと違うんだよな難しいっすよね,すよね歩いててパッケージ引かれるみたいなねそういった出会いってあるからねうんうんって なんだろう見てるとレシピが頭に思い浮かんでくるみたいなそういえば魚は違うけどうん、うん、まあ確かにタンパク質系なら肉もありだなみたいなわかるわそれ僕最近昼寿司握ってるけどさ、うん、やっぱ刺身売り場をブラッとしたいっていうのはあるねねそれオンラインでパックで届きますだとちょっと違わない楽しさそれはちょっと違うかもしんないね、うん、なんかもしかしたらそういうのも実はできるのかもしれないけどねいずれねねけどうん、うん、いくつか買うと持って帰るのがだるいから もうそれはオンラインで済ます。その発想なかったわ。<laughs> その店舗の中でアプリで買ってる人が初めて来ました。<laughs> あれ、めっちゃ面白いですね。なんかやっぱり買い物の種類に、なんか前社内で話したときに、なんかい,いつも買いと、なんだっけな、いつも買いとついで買いと、なんだっけ、で出会い買いみたいな、なんか3種類あるみたいな話してて、いつもは全く同じやつ、その毎週牛乳とか卵とかヨーグルトスタンダードで買うっていうのがあって、うん、あとは、なんかたまにそれに付随して、あの、なんだろうな、 ここれれとととセットででで食べるる美味しいいいすすよみたなな提案かかって結構あるじゃそういうのは結構出しやすいからその2つは結構オンラインでやりやすいんだけどその全く新しいものに出会うセレンディピティとかあと楽しいあの歩いててその魚が美味しそうみたいな買い物と、うん、からっていうのはやっぱりネットでまだまだできなかったり、まあ、そもそもオンラインの,あのリアルの方が向いてるとか買い物の種類もいっぱいあるよねとかってそうそうやっぱりエンタメとしての買い物っていうのも絶対残り続けるんで,るるでなんか家族でこうスーパー行くのが楽しいとかももちろんある と思いますしなんかそういうのはもちろん残り続けていてただ重い,重いもの買うのめんどくさいとか忙しいのに会社帰りにわざわざスーパーやの大変とか,なんかそういうのはこうネットで解決できるとかなってったらいいなと思ってますね、うん、いやほんとそうなんですよね、うん、いやー持って帰るのだるいからな <laughs> そうです、ね、あとねレジがだるいんだよねそうそうああ確かに夕方めちゃめちゃ混むやつねそううんうんうんあれちょっとだるいからねいやほんとそうであと僕一番は これ、10X の多分、創業物語とかに近いかもしれないけど、レシピ考えるのがだるいのよ。うん、買うのはいいのよ。作るのはいいのよ。レシピ考えるのがだるいのよ。うん、いやー、ほんと、<laughs> めっちゃわかります。それを、プラプラ歩いて、うんうん、じゃあ安いこれとこれとこれ組み合わせてレシピかなみたいな。なんかそっちの方が、それが欲しい。レシピが欲しい。うん。いやー、すごい、夏目ぐさんが詳しいから言っていただいたんですけど、<laughs> そうそう、もともと今は、この、ワライフさんとかそういう大手のところの裏側支援をやってるんですけど、もともとは 10X であの、タベリーっていう献立の、 アプリをやってたんですよね。ま、ま、私が入社するよりも昔の話なんですけど、で、なんか AI で献立を提案してくれるアプリっていうのをやってて、なんか元々はその代表のヤマトっていうのが、昔育休を取って家事を全部やってた時に、その夏目さんが言ってた通り、ま、買い物するとか料理をすることよりも、その考えなきゃいけない、献立を考えなきゃいけないところが一番めんどくさい、大変だって言って、ま、作ったのがその献立アプリだったんですよね。で、ただなんかその時、確か、数年運営してみて分かったのが、その献立決めてからスーパーに買い物に行く人っていうのと、 スーパーで物を見てからじゃあ巨大に作ろうって考える人が後者の方が。 多分多いぐらいで、本立てから入る人っていうのが、まあ、いるんだけど、その。一番マジョリティではないっていうのがあって、うんうん、結果。だから、まあ、ネットスーパーの方がよりパイが広いっていうので、今の事業にシフトしてきたっていう経緯があります。うん。いやー、だるいのよ、レシピ考えんのがだるいのよ、ほっとくと全部キムチ鍋になるから、毎週。分<か>る <laughs> あ、そう、この前のどんぐり聞いて、鍋の元そういえば、買いましたよ。<laughs> あの。赤から鍋も買ったし、あの。鳥、鳥野菜味噌も買いました。そういえば。鶏野菜味噌の漫画面白かったよ。あ、そう、全部読んでね。<laughs> あの。<laughs> 東村彦さんのやつ <laughs> 思ったよりガチだったと思ってめっちゃ面白かったですそんなねリッチャーさんに引き続き今はねちょっと会社のこととかをさらりと聞きましたけど、うん、もう少し個人のとこととかいろいろ聞いていきたいと思います、うん、はい引き続きゲストにはリッチャーさんが来てくださっておりますありがとうございます,いますよろししくお願いしますさてさてリッチャーさんといえば有名ラジオやいやいラジオをやっておりますが <laughs> ここで言われるといい、いやりいやすいラジオ、あれですよね。もう100回超えてるわけですもんね。そうなんです。あの、どんぐりには投稿及ばないんですけど、淡々とやってたら、結構来ましたいやいや。どうすかやってみて、ポッドキャストは。ああなんか最近、やっとこう、趣味としてちゃんと、なんですかね、成り立ってきたような気がするというか、うんうん、なんか一って、サイクルが回って続きやすくなってきたし、あとなんだろう、なんか1年経って100回超えて、最近、あれかも反響が増えてきた気がして、 リスナーとの対話みたいなのがちょっとずつ生まれ始めて面白くなりましたねやっぱそこまでの時間がある程度かかりますよねポッドキャストっていうのはかかりますねうん全然ね反響はないからなんか誰が聞いてるんだろうって思ってたんですけど、うんうん、最近ちょっとお便りとか増えてきましたどういう属性なんですかやややラジオのリスナーさんっていうのは <laughs> まあでも多分友達とその友達みたいな感覚なので旅客と私が、まあ、旅客20代後半と私30代前半ぐらいなんで、まあ、本当にそこら辺の えっと、女性が多分67割で,であと男性34割ぐらいだと,だと思うんですけどでも、まあ、IT とか結構近い人が多いですね結構ねネットの話題とかうん、うん、あとなんだろうそれぐらいの年代の女性の中で流行ってるものとかを話してくれるから普通に僕はちょっと多分ターゲットずれてるけど聞いいてると面白いですねあでもそう,そう言っていただけることがすごく多くて、うん、多分女性は本当に友達と話してるみたいって。 言ってもらうのがすごい多くて、うんうん、で、結構、なんだろうな、男性とか、あと私の、なんだろう、元上司とか、なんかそういう、一つ、元同僚とかは、そういうトレンドネタとかを話してる時が面白いって言ってもらうのが多いですね。2>, うん、2人が話してる早いものとか、全然わかんないですからね、やっぱね。あねファッションの話とか。あじゃあ、確かになんか、ベリー、雑誌、ベリーがなぜ面白いかみたいな話した時とか、そういえば、評判良かったですね。うん、うん、読んだことないですからね、ベリーとかね。 よかったあと前どっかで話したかもしれないけどなんだっけすごいあのる、うん、おわせあれいやお便り書く人がすごいですねなんか最近プロのお便りが増えた気がしてそうなんですよなんか匂わせる人についてどう思いますかみたいなお話したらすごい面白かったんでうん、うん、テーマ設定ってめっちゃ大事だなって思いましたそう。 結構僕面白い聞いてますねねやっぱ、ね、なんか二人の単純に興味あることを話してるんでうん、うん、なんでしょうね最近割と私が今年後半ファッションにハマってたんでなんかひたすら骨格ストレートとかの話をしてるのが多いのとあとはなんかふあと読んだ本とかエンタメ系とかとあと時事ネタとかちょっと社会派みたいな話でだいたい それぞれぞ分の1ずつみたいな感じですねもともとやろうと思ったのはどういうきっかけだったんですか私もともとポッドキャストすごい好きであのどんぐりも多分一番最初の頃から聞いてるんですけど多分高校とか大学ぐらいからポッドキャスト聞いてたんですよでそれもあってやりたいなと思っててあとメルカリにいた時もメルカンっていうポッドキャストをそそううすよねそう始めたんですけどうん、うん、会社でなんか細々とやってたんですけれどもうほぼ趣味でやってたので。 始めたんですけど、で、ポッドキャスト、ま、個人でもやりたいな、でも、自分で一人でこう、始めるほどでもな、みたいな、思ってたら、多分それを、旅立ちとなんか、去年か一昨年ぐらいの年始にご飯食べに行った時に、ポッドキャストやりたいかもって言ったら、私もやりたいんですって言われて、やりましょうってなって、なんか、その場でやることになりました。じゃあもう、割と、行き当たりばったり始めちゃった感じなんですね。 特に相手を選ぶとかじゃなくあそうですねんな計画的ではなくてあでもよかちが考えてたかもしれないですけどんかよかちは結構実行力があるので多分今年のやりたいこととか割と立てるタイプだと思うのでうん、うん、それで多分ポッドキャストやりたいっていうのがあって私もや,やりたいって言ってたからじゃあ始めましょうってなってじゃあ名前決めましょうタイトル決めなんかやる話すこと決めましょうみたいな会議が開かれて始めましたね。なななんんんででそんな名前になったんですかこれも それこそいろいろなポッドキャストの名前見て、どんぐりとかも見て、うん、なんかこういう適度な緩さがあるとか、いろんな条件出していろいろ考えてみたんですけど、なんだっけななんでしょう。その時もトレンドものになんかワイワイ話すみたいなのがいいよねとか、議論する感じがいいよねって言ってて、あなんかやいや言うって関西弁で言うからいいんじゃないみたいな、確かにお菓子が言って、うんうん、あ、いいねってなって決まりました。なるほど。なんかやっててよかったことありますポッドキャスト。ああ、そうですね。多分、ポッドキャストやろうって思って、 てるわけでもなくて、多分定期的に両家となんか2人で話すのが普通に面白いのでなんか面白いから続いてるんじゃないかなっていう気はしますねだから普通になんか自分で話してて面白いのとあとはやっぱり聞いた人から反応くれるのが嬉しいのとあと最近これなんか気持ち悪いかもしれないですけど普通に1年前とかに自分たちが喋ってるのを聞くと面白いですねえお二人って聞き返したりします,か,りますかなり聞き返しますね突然2年前のを聞いてみたりとかしてうんうん 昔のこと話してんなっていうのをニヤニヤして聞きながら1時間ぐらい経っちゃったりしますね。そうそう、結構なんか自分が話してるの？ そうあの気持ち悪いかもしれないんですけど普通に最近配信したやつとかでもなんか自分が話してる自分たちが話してるの聞いてうでそうするとなんかなんかの話あった時にあ自分だったらこう言うなってやつをもう一回自分が言うじゃないですかうん、うん、でそれを聞くのがなんかちょっと面白いんですよね <laughs> <laughs> だから結構何回か聞いちゃいますね確かにね直近のも聞いちゃいますよねうん聞きますうんちょっと前に収録者が喋ったやつなのに、うん、確認するかのように聞いちゃうんですよね確かにな うううんありますねそういうのは1年前とかはあそ,そんなこと当時思ってたっけみたいな全然覚えてないって、うん、普通に新鮮な気持ちで聞きます結構「やいやいラジオ」の内容ってなんか多分どんぐりリスナーの方もね楽しめると思うんでねほとんどどんぐりから流れていたいるなんかリスナーさんのような気がするんですけど <laughs> 結構ポッドキャストってやっぱ新しいおすすめ番組探すの大変じゃないですかそうですねだからもしねどんぐり聞いてて他にちょっと女性の声聞きたいな時はぜひやいやいラジオ」とかね 聞くとといいいいんじゃないかなか思います、ね、あそういえば最近他のポッドキャストも聞いてて思ったんですけどなんか2人でやる時って声質がなんか近くない方が良くないですかああ絶対そうだと思いますよ。聞き分けしやすいですもんね単純にね。 そうですね夏目さんとなるみさんもめっちゃわかりやすいし私も割と声低いんでなんかよかちと話してて多分はっきりわかると思うんですけどそうもし2人で始めようと思う人がいたらちょっとそれ近すぎると多分ややこしいんで確かにそれはめちゃめちゃ大事ですよね僕ゆとたは分からんのよなああんなに聞いてるのに <laughs> <laughs> それでもゆとたはね発言内容でわかるからあそうそう最近わかり始めたけどやっぱね声の質はまあ大事って っていうかまあまあ別にそっちの方が聞きんかやってくうでポッドキャストをやる上でなんだろう困ったこととか大変だったことみたいなそうですねあでも多分どんぐりもですけどなんか編集どこまでやるかとか音きれいにするかは結構まだ答えは見つかってないんですけど最初は本当に適当に撮ってたんで多分ズームこうオンラインでズームで話してその PC のスピーカーから出る音を iPhone のマイクで撮るみたいなすごい粗悪な環境で撮ってたんで。 簡単なね。最初のパターンですよね。そう、スモールスタートで始めて見たんで、うん、なんかめんどくさくなると続かないじゃないですか。だから、まあ最初はその音質を犠牲にしてもいいやと思ってたんですけど、やっぱ今聞き返すとひどい音質だなっていうのがあるんで、その時聞いてくださってた方はありがとうございます。っていう感じです。結構聞く側は気にしなかったりしますよね。僕らやる側はすごい、うん、あ。音質がとか思っちゃうんですけど、うん、聞く側としてはまあ内容判別できればいいかな？みたいなところもあったりしてね。 あそ,ね、その折り合いをどうつけるかなみたいな気もしますけどね、えー、でもやっぱりどんぐりはすごい聞きやすいと思いますちょっとずつ進化してきたというかうん、うん、最初めちゃくちゃですもんねやっぱねうんうんえじゃあ編集がどんぐらいやったらいいかわからんっていうのが悩みとしてあるってことですかそうですねなんかうんやり込むとどこまでもできちゃうからどんぐらいのあんばいでや,ろうやるとか決めてんのか聞きたいっていうのとあ,あとも,もう一個あってあとタイトルが秀逸だと思うんでタイトルどうやって決めてるか聞きたいですなるほどね え環境としては、まずどういう、何で撮って、何で編集してみたいなのはどういう感じなんですか、やややラジオは。あえー、っと、まず、全キャスターっていう、あの、クラウドで、なんか2人の音が、それぞれこう同じタイムラインで揃って収録してくれるツールがあるんですけど、それで収録してますね。で、それを落として、で、私が編集してるんですけど、オーダーシティっていう、あの、フリーの編集ソフトに入れて、 でそこで編集してるんですけどただもう細かなんか一個一個聞いてノイズ取ったりとかはしてなくて全体にコンプレッサーかけて音量のバランス調節してでノイズ取ってノイズあの全体のホワイトノイズだけ取ってでそれぐらいかなであとはエンディングの音とか入れてな最小項数で完成みたいな感じですね、うん、じゃあまあ同じようなもんすね、うん、大体ねあそうなんですかそううすね人の会話ってこう いい感じのその人なりの間があったりテンポがあったりするんでタイムラインで見てあの無作為に消しちゃったりすると多分その人なりの良さが消えたりすることもたくさんあると思うんですよ意外と間が取ってでもそ,のそれがその人の良さになったりだから<ー>なるべくなんだろういや会話って多分あんまりロジカルなものじゃなく。 いやいやラジオ聞いてて政治の話の時にりょかちがあのわ真面目みたいな, <laughs> なんか真面目 <laughs> 真面目みたいなことをすごい連チャンで言ってる時があってでも、うん、それなんだろう編集だと消したくなるかもしれないけどでもそれがなんか多分良さになったりもすると思うんでなんかね<ー>僕はなるべくなるそのんだろうなノイズとかは消すがこうあんまり間とかずらしたりとかをなるべくしないように僕はするかなって感じなるほど面白い そうなんです、ね、いやなんかそれの人なりの多分良さが多少あるなと思ってう,ーんうんやいやいラジオの良さでいうとその真面目のほかに二人が買い物に行ってきたっていう回があるんですけど、はいうん、そこでリッチャさんが買い物行こっかって言ったやつがめちゃめちゃ可愛かったですね <laughs> そうですか <laughs>、うん、そんなことありました横後でこれはちょっと流しとくんで聞いてください横覚えてますねこんな感じです はい。というわけで、うんうん、今回は、旅館ちが、服を買いたいっていうのがあったんで、私が、うんうん、あの、楽しくなっちゃって、買いに行こうって言って、うん、ルミネ2ツアーを。おう行ってるね。そう,そう <laughs> いいんすよね、ここね。<laughs> なんか、テンション上がってる時とか、後で引き返すと面白いですよね。<laughs> そ,うそうそうそう。明らかに上がってるで、えー、じゃあ僕もあの、政治の話で、真面目、真面目って言ってるやつ。<laughs> そんな <laughs> の。めっちゃマニアック。<laughs> それはこんな感じです。 いやー先日衆院選終わりましたが、うんしたね、ちょっとたまには政治的な話題をしようかと思いましてうんうん、うん、真面目でね旅客さんは投票に行きましたか、うん、<laughs> ほら行ってるでしょ成みさん <laughs> <laughs> めちゃめちゃ真面目っつってるね <laughs> 政治の話だからね <laughs> <laughs> そっか生かした方がいいんだなうん,なんかき、ね、確かに自分たちだとなんか綺麗にしたくなっちゃうけど、うん、とかってねまあそんなのはまあ その編集も含めてうん、うん、なんだろう良さというか YouTube だとこういうテロップ入れてみたいなのがある程度もうできちゃってるじゃないですかじゃなくて音声しかないんでその音声をどこまで加工してもいいし編集してもそれも含めてポッドキャストの面白さや良さだと思うんでなんかまあまあいろいろとみんなが試行錯誤していくのかなと思いますけどねうーん前りっちゃんさんから聞いたやつだとなんかポッドキャストで結構 10X は採用できたみたいなこと言ってませんでしたあ、そうですねそれ めめちゃめちゃゃすすごいですよね確かにこれはなんかそろそろポッドキャスト採用っていうのができるんじゃないかと思ってるんですけどんなんかそうですねまあもともとその社長の矢本が彼が個人でやってるチャンネルが「ゼロトピック」っていうのがあって。 あともう一個、えっと、ヒカルさんっていう元同僚の人と一緒にやってるフリーアジェンダっていうポートキャストもあって、二つあってど、どっちも結構リスナーいるんですよね。で、本当にそれを聞いてて、なんか一年以上リスナーでっていう方とかが、ちょっと転職しようと思った時に、なんか 10X 気になって聞けま,まし、たっていう感じで、あの、話聞きに来ていただいて、そこから採用につながることが結構何件もあったんで、うんうん <laughs> これめめめちちちちゃくちゃゃゃく採用に効いいててるって思いましためちゃめちゃすごいですよね。すごいですよねポッ,、ねうん、ッドキャストの採用はいいと思いますよ。マジでいいと思う。うん、期待値がずれないもん。その人がどういうことを考えてて、どういう話し方して、どういう語彙の強さでとか、なんか性格がわかるじゃないですか。テキストだけじゃなくて。すごい、そう思いますあの。ブログとかよりももうちょっとこう人間味が。 ね、なんか分かりやすいしますよねしかも YouTube よりもなんかいい気がするな YouTube だと結構ちゃんとカットできちゃうけどポッドキャストってほぼ撮って出しなんで確か話の文脈全部わかるというか別にテロップとかでごまかすこともできないんでそうそうだからこういうことで多分イラってしてこういうことでこういう思いでやってるんだなっていうのがめちゃくちゃわかるんで、うん、ちょっと聞いて聞くのをやめる人もいるしずーっと聞き続ける人だったら。 たぶん相性はいいし。本当そうだと思います。その入っていただいた方は、たぶん1年以上聞いてて、で、なんかこう、ポッドキャストってこう行動的になんかどんどんつまみ食いより同じのずっと聞くじゃないですか。うん、だからその会社のこう成長の過程とかもたぶん聞いてれば1年間でわかるし、あとなんかあのその方が言ってたのは、なんかその人がこう仕事であんまりうまくいってない時とか、あと周りの人とこう関係上なんか悩みみたいなのがある時に社長のポッドキャスト聞いてて、こういう人と働いてたらなんかもっとうまく働ける はずななのになみたいなのをなんかうすう思っててあれみたいな受けたいかもっていうのがこうだんだん醸成されてたって言っててそれは強いっすね、うん、いやめちゃくちゃいいと思う,う、うん、やっぱ生活に溶け込んでるとすごいねなんかもう他の会社受けようっていう前に多分最初にあの出てくるんですごい強いなって思いましたうんうん、うん、確かに社長やってたらねそう 自分の会社でやりましょうっ,つって社長に無理やり喋らせても多分違って社長が本音で好きでやってるからうまくいくっていうのは絶対あると思いますなんかねうん、うん、あんまりね何だろうじゃあどういう内容喋ったらいいか候補の人作ってきてみたいな感じで言ってやるっても全然楽しくならないんで <laughs> まあそうねそう,そうなんですよねそう多少雑談がある方がいいんですよ回回のうち30回ぐらいいは別に聞いても あんま意味ねえなみたいなのがあってもいいんですよそれも含めて人とか柄が分かるんでうんうんほ、ね、んとね何か、ま、真面目にテーマ設定しようと思うと続かなくなりがちですよね、うん、雑談でも何でもいいからなんか1年間聞かせる番組やるってすごいタッチポイントとしてめちゃめちゃ強いからねいざという時に早期するっていうのはありますよねうん、うん、いやーいいっすねへえでも確かにポッドキャストでちゃんと採用してる会社ってあんまりなさそうだからなんかそこの部分でテンクさんはね結構いい位置というか。 すごい最初にややっった会社だななていいいううような印象ありますねいやーすねごいそうなんですよ。なんか偶然多分社長が最初に始めた時は多分そんなにとしてたわけじゃなかったと思うんですけど、まあ、結果的に今はすごいチャンネルとしてすごくこういいなと思ってますしなんか今やっぱり 企業のこうブログとかツイッターもやってる会社すごく多いしだんだんどこか分かんなくなってきませんタイイムライン流れてきてきも<あ>、ね、<laughs> 分かんないですねなんか一つのこう会社のブログだけをこうずっと見続けるっていうよりやっぱ記事単位で見るじゃないですかうん、うん、なんかそういうポッドキャスト一回聞いていただくと本当とずっと同じチャンネルでつながり続けられるからね最初のタッチポイント取るのは結構難しいですけどなんかそこで会ってたら本当これはいいなと思ってます なんで、そうですね。まあ、社長で、社長がやってるんで、別にこれを言ってみたいな、そんな強く言うわけじゃないんですけど、聞く人が増えていくといいなと思ってますね。いや、いいですね。概要欄にね、ぜひ貼っとくので、ありがたい。ゼロトピア、フリーアジェンダも聞いていただければと思います。そうですね。ゼロトピック、何気に僕、ゲスト会やりますからね。<laughs> そうですね。取材していただいた時の <laughs> <笑><笑><笑>。最近でも、本当に、スマート HR の宮田さんって社長が、あの、代表交代しますって言ったときとか、もちろんメディアからもすごい取材いっぱい来てて、出てたんですけど、 なんか普通にゼロトピにゲストで呼んで、もう話してて、<ー>もはやメディアじゃんと思って、すごいなって思います,いす、ね。面白かったですね。なんか社長同士がトークしてるのを聞くのって、普通に面白いなって思いました。確かに。そう、なのでね、ぜひぜひここの概要欄に貼ってあるので、興味あるポッドキャストだったら聞いてみてください。どど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 ど。 引き続き続リッチャささんに来ててくくださっおおりりままますすすありがとうございいよろしくお願いし願、はい、僕、聞きたいなと思ってたことがあって、はい、リっちゃんさんってこう、うん、なんだろうな、自分で開拓していくというか、別に自分が社長をやるわけじゃないが、すごく今後、伸びそうなところに最初に行く<ー>達人だなと思ってて、なんだろう、ここ面白しそうだもうすでに面白いところに行くんじゃなくて。うんうんうん 面白くなななりそそうだだつけの達人だなと僕思ってますす、えー、嬉しいですねそん,ななんか例えばじゃあメルカリの最初の広報とかもそうだしうん、うん、当時のミクシーまあミクシーはちょっとまだ分かんないですけどとかマテン X だったりあと僕のところに来てくださった時ってセブ島留学まだ流行ってなかったんですよあ<ー>今ほど。 確かにだって多分セブ行ったことある人がいなくて僕んとこにいなくて確かにセブの話してたのそうですね、うん、そうそう2011年とか12年とかだったんでがうますうん、うん、そうそうでそういう時にセブ島と留学をいち早く行ったりしてて結構ねその何見つけ力すごいなと思う、はい、まあ自分自身が伸ばしてるから伸ばし力もすごいのかもしれないですけどなんかそこのねなんだろうな これから面白くなりそうなとこに行くみたいな、そこのみ、どうやって見つけてんのかと、どういう心持ちでそういうところを選ぶのかを聞きたいですね、僕。なるほど。ありがとうございます。そっか。い,いいじゃん、うん、あの、うん、何電通行けば。<laughs> いや、電通とかは多分、<laughs> 新卒の時普通に受けた受けたけど、全然一瞬で落ちましたよ。中途で行けばいいじゃん。ええー、ああ、そうですね。うん。うん、いや、なんかもともと、割り、なんでしょうね、新しいもの好きというか、ミーハーみたいなのが多分最初にはあって、 なんかこれ結構キャリア自分のキャリアを振り返ると毎回そういうなんか1人目みたいなのをすごい選びがちっていうのがありましてなんか遡ってみるとこれ中学ぐらいからなんか部活入ろうって思った時に今年からできる部活みたいな方が <laughs> なんか先輩とかいなくていいかと思ってあのそこに入ったりとか大学入る時もその年にできる学部に入ったりとか何かずっとそういうのが好きだったんですよねはい、はい、それってどうううことなんでしょうね。 結果としてそうってことは何かの思考のパターンが絶対あって、うんうん、例えば上級生が死ぬほど嫌いとか、<laughs> あと何だろうな、<laughs> 本当にゼロだとやる、ち,ちょっとさすがにやる気にはならんが、この程よく一人目はちょうどいいみたいな、なんかありそうじゃないですか。どういうことでしょうあそうですね。なんか結構多分子供の頃とか大学ぐらいまでは、なんか私あの、何ですかね。 なんか縦社会とかすごいに苦手とかあんま好きじゃなかったんですよね。で、部活とかってこう先輩の理不尽なルールみたいなのあるじゃないですか。そういうのがとにかく嫌だったり、なんか制服とかも嫌だから私服の学校行きたいとか、そういうのが強かったんで、なんか既存のルールあんまなさそうなとこにとにかく行きたいと思ってて選んでたと思います。で、ただなんか自分で結構キャリア的に考えが変わったのは一回タイミングがあって、それこそ夏目具さんに話を聞きに行ってあのフィリピンに留学行って、 その後サンンフランシスコ行ってあたりなんですよね,ねだってわざわざ本当に全然知り合いじゃないのに知り合い通して僕に連絡してきて <laughs> そうです、ね、当時アグレッシブだった、うん、<laughs> そうそうでフィリピンって危ないですかねみたいな話をしたした大丈夫なんじゃないですかねみたいな、まあ、荷物は肌身、うん、放さずみたいな,なんかそういう <laughs> <下>話をした気がするんですけどうん、うん、いや確かミクシーに新卒で入った頃はそんなに考えてな,かなくてまあベンチャー IT ベンチャー まあ面白そうだなと思って入ったんですけど、なんかミクシー辞めて、そのフィリピン行って、で、あとサンフランシスコに行って、その後イエルプっていうのに入ったんですね。コミュニティマネージャーで。で、その頃に、なんか私ミクシーで新卒で3年ぐらい働いてた頃は、当時って、まあ結構 IT ベンチャー盛り上がりきれこう新しい会社いろいろ出てきて、当時ってなんだろう、なんかあの写真アプリとかすごい流行ってた。 頃なんですけど、あとサイバーがいっぱい新規のアプリ出したりとかしてて。マイ365とかあったのあそう、マイ365超流行ってましたね。あと、スナッピー、スナッピー。はいはい。<laughs> スナッピー超流行ってた。で、なんか、こう自分もベンチャー界にいるからにはなんかいい仕事してみたいけど、なんかこう、な、何者かになりたいけどどうやってなるんだか全然よくわかんないみたいな感じだったんですよ。確か。で、メディア出てる人とかのインタビューとかいっぱい読んでたし、こう仕事できてる、 人なんかいろんな結果出してる人いっぱいいるけど、なんかどうやってその道筋に行くのか本当にわかんないって思ってたんですけど、なんかそれが、またまたまミクシー辞めて、海外行って、で、帰ってきて、イエルプ入ってってっなったら、なんか当時イエルプでコミュニティマネージャーっていう、まあちょっと珍しい、当時入り始めのタイトルをこうつけてもらって、それで活動してたんですけど、なんかそしたら、やったらなんか取材依頼いただいたりとか、あとは昔のこう同僚とかから、 なコミュニティマネージャーってどういうことやってるのを聞かせてほしいみたいな連絡とか、あとはそれこそそのフィリピン留学行こうと思ってるとか、サンフランシスコどうなのとかすごい連絡とか来るようになって、だんだん、なんでしょう。なんか自分の別にできる能力とかは何も変わってないのに、自分にとっては。なんか突然こう周りの人が連絡くれるようになったりとか、あれ扱い変わったな、みたいな、すごい思ったタイミングがあって。で、なんかそれなんでかっていうと自分がめっちゃ仕事できるようになったってほどじゃないんですけど、なんかただレ,レア度が上がっただけだなって思ったんです。 ただ同じようなことやってる人いないから、自分に連絡くれたり、取材くれたり、依頼くれたりとかするんだって思って、これめちゃくちゃ得じゃんっていうことに気づきまして、そっからは結構、なんか同じことやるなら、その何人も同じ人がいるっていう、なんかこの会社入って何人も同じっていうよりは、なんか自分しかできなそうなこととか、他にやる人いなそうなことっていうのを選んでった方が、キャリア的にはこう、レバレッジが効くんで、できるだけそっちを選ぶように。 してって今みたいな感じですね。それ選ぶというか、基準というか、うんうん、なんだろう。どういうふうに選ぶんですかでも私、ま、まともな転職活動したことなくて、基本全部、その、リファラルとか、あの、人紹介とかなんですよ。で、 でもあとはいくつかはあって、やっぱり自分の好きなサービスとかじゃなきゃ全然なんか発揮できないので、なんかその、さっきうまく見つけてるっておっしゃっていただいたんですけど、なんか自分はそんなに得意な方、あの、器用な方じゃないんで、なんか逆に今までこう副業とかで仕事させてもらって、一定はできたけど、なんかその会社のこと本当に心から好きかって言われると、なんか人に勧められんのかわかんないな、みたいなものとかは、なんかそこまで、なんだろう、できなかったなっていうのもあって、 なんか本当にここはもう間違いなくみんなにとって絶対いいって言えるっていうものが見つかったら、そうしたらなんかうまくいくパターンが今まで多かったんで、なんかそれは結構探すようにしてるかもですね。<laughs> じゃあ 一分の一でいいんじゃなくて、うんうん、副業だったり、知り合いの紹介だったり、いろいろな人と話してみて、その中で、あ、この会社だったらマジで好きだわって思えるところを選ぶって感じなんですかあそうですね。なんか本当に、ま、メルカリも、こう、ミクシーもそれぞれも、自分もすごいサービスのユーザーだし、本当にいいと思ってるし、で、テンクスも、テンクス入る前は、本当はその、メルカリ辞めたときって別に転職先決めてなくって、しばらく、あの、なんかのらりくらいりとしながら、何個かいただいた仕事やってたんですけど、 で、テンス入るっていうのを最初は全然決めてなくて、ただ仕事してったら、こう、業種としてもすごく面白いと思うし、まあ、いるメンバーもすごく面白いし、なんかこんなにいいのに、世の中に知られてないのもったいない。もっと知られた方がいいみたいな感じで、広報やってて、やり始めてっていう感じでした。なるほどね。うん、そうかそうか。うん、いやー、すごいですよね。最初の一人目に結構いろんなところでなるのは。で、これで、じゃあ、一人目とは言わず、 ベンチャーだったり、はい、ちょっと新しいところに自分からも行きますみたいなこれ聞いて行く人がいたとしたら、うん、最初何したらいいんですかだって、うん、ちゃんとした研修とかないから分からんじゃん。最初何したらいいんですか<え>そういうベン,ベンチャーとかに何、何一人目候補で入りましたああ、入って、探そうじゃなくて、もう入ってからですよね。はい、ああ、入ってからだったら、どうなんでしょう。まあ自分は一番最初やるのは、やっぱりその会社のことに、なんかまずは誰よりも詳しくなるっていうのが。 一番最初かなと思ってて、なんかそれメルカリは最初に広報として入った時やってたんですけど、なんか広報の仕事当時もやったことなかったんで、分かんなかったんですけど、でも記者さんに会ったら、その自分が会社の代表なわけじゃないですか。なんで、なんかそもそもこう記者から信頼得るには、まず自分がその会社のことをめっちゃ詳しくないとダメだなと思ってたんで、多分最初の3ヶ月ぐらいはそんなに、 外に行くというよりは、ひたすら会社の過去からのドキュメント全部読んだりとか、なんか社長のか過去のインタビュー全部読んだりとか、社内の人とネットワーク作って、この会社どういう会社って、こう自分の言葉で語れるようにするみたいなのに、かなり時間使ってましたね。へえ、3ヶ月ぐらい ?3 ヶ月ぐらい、なんかそれが多かったと思います。うん。でもそれって、それやってる間、うん、ちょっと仕事してないんじゃない <laughs> 仕事してよみたいな空気になりません <laughs>、ね、そうですね、どうだったかななんか <laughs>。 どうだろうまあ、その間に普通にプレスリリースとかあれば、まあ、もちろん書いたりとか一定のまあ仕事はやりつつなんですけど、はい、でもなんか一定時間使わないと何て言うか,なんかうちの会社いいですよって言っても何でいいのかってなんか表面的な言葉だけじゃやっぱ人にそんなに勧められないと思うんですよね。なんでなんか自分が何面白いと思ってるかっていうのが結構大事だと思っててなんかそれ自分の言葉で語れるようになるには結構本当に社内の人と話したりとかになんかまずは時間使う方がいいと思ってて。 あそれ言うとなんか、一旦上とそれを握った方がいいかもしれないですね。あまあ、確かに,確かにまずは、ちょっと、社内を知ることに3か月ぐらい使う予定なんでっていう、もう話しておきゃけなそれがないとね、うん、え、成美さん、うん、僕はあの、リッチャーさんの魅力というか、あの、すごさ、結構、このあたりの今、僕が聞きたいあたりにありそうな、なんだろすごい、リッチャーさんらしい本質的な話をするなというの思い、ね、<laughs> ですよね。<laughs> うん、やっぱ、入社したばっかって張り切って、うん、外の人からも期待されるから、 結構外へ外へって行っちゃう人も多いと思うんですよね。うそうですね。外の人と会わなきゃとかね。っていうのはあると思うんですけど。でもやっぱ社内のコミュニケーション超大事ですよねん、うん。そうですね。あと多分記者さんとなんかそれ同じ視点なのかもなと思ってて、多分昔あの西村さんがあのゲストで出られてた回をちょっとこの前聞いてたんですけど、うん、その取材対象に対して面白がれるかみたいなことを多分おっしゃってたかなと思ってて、うんうん、多分自分もすごく同じで、なんか普通に面白いから知りたいんですよね。 なんか自分の好きなものだったら知りたいじゃないですか。か私は多分、うまくワークしてると思っていただけてんのは、なんか本当に自分が好きなとこの仕事しかしてないんで、そしたら、なんか社会,会社のこととか事業のこととか、興味持ってるから、掘ってって、で掘ってって、で、で、他の外の人に会った時に、こんな面白いことあってさ、みたいなのが、なんか話せるから、そうするとうまくいくなって思います。 で、逆に過去になんか仕事した中で何でもできるかと思いきや、こう自分が興味持てないものはなんか何度話聞いても、やっぱこれが何でいいか分かんないんだよなって思ったのがなんか拭えなかったのがあって、そういうのはちょっと途中でなんか多分これはあんま向いてないからやめようと思ってやめましたじゃあ。 なしょうもないリリース出さなきゃな時はあんま力が入んわけですね。あ、そうですね。あの昔から多分興味ないものには本当に興味なさそうだよねって言われるんで。その興味あるものをうまく仕事にできたのがラッキーだったんじゃないかなって思います。<laughs> なるほど。 あと僕、リッチャーさんに聞きたいなと思ってたのは、エンジニアでもなく、め <laughs> ちゃんこ B 向けの営業しますでもなく、例えば記事書くみたいな、うん、なんだろう、お仕事できるのは分かるんですが、こう、一本の完全な専門職ってわけじゃないじゃないですか。そうですね。うん、で、結構そういう人たちは多いと思っていて、でもそういう人の中のロールモデルにリッチャーさんはなりそうだな、みたいな。いやいや。でも、広報っていうのを始めて6年で、うん、その分野で行 一定の功績を残してるすすごいなと思いますねそそうそう,そうででよ別に候補って言ってもじゃあずっとそのまま候補一本ですってわけじゃなくそこから幅広いじゃないですか何、うん、だろうなゼネラリストの戦い方と言いますか専門職エンジニアでもなく専門職ではない人のそうですねのビジネスでの何生き方ってどういうどういうのがあるんかね <laughs> 教えてもらっていいですか。僕ら あ、でも、ナルさんは、まなんもないんでけどね。なるみさんは記事書けるんですよ。僕、僕それも専門職だと思って,てうん、うん、記事書けっから、誰でも。<laughs> <laughs> でも、記事書け、けるのレベルが高いじゃないですか。あでも確かに、これという強みが、でも、広報をやるまでは、より何もなかったんで、一旦広報をやって、なんか、広報は、まあ、人並みにはできるようになったかなっていうのは、なんか、ちょっと自信になりましたね。うんうん。で、ただ、その先は、 ただ、広報でじゃあこの後一生やっていくかって思った時に、なんかそれはそれで、なんでしょうね。まだそこまで決めきれないなと思ったのと、うん、なんか自分は広報という仕事の、こう職種としての広報が好きっていうよりは、結構やっぱその会社とか、そのプロダクトとか、あとはまあスタートアップ業界全体っていうのも結構好きなので、なんかその、それに資することがやれれば、なんかもっといろいろやってみたいなと思っていて、で、 あとは、なんか名前はうまくつけられないんですけど、ただその今人事とかも採用とかもやってますけど、なんか自分が得意でやりたくて、それがなんか会社にとってもメリットがあることっていうジャン,ジャンルがあるんだろうなと思ってて、なんかそれをうまく作っていくと、なんかすごい得なんでしょう。自分も楽しいし、相手にもメリットあるからいいなと思ったんですよね。で、これ、ただ会社の中でこれをうまくやるには、 結局、あの周りとか、あとトップとか、自分の上司とかの信頼関係がないとダメで、なんで私がある日突然転職して、私のこと誰も知らない会社行ったら、多分なん、やねんってなるんで、行って、その自分のこと知ってて、自分と働きたいって思ってくれる人と働くっていうのが、マスト条件だなって思ってます。うん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 。うん、ここ2年ぐらいですごいリチャさんを拝見して感じるのが、はい、うう SNS とかはじめとした上半身にすごいギア入ったなって感じするんですよね。 割とのんびりしたツイートをしてて腹減ったみたいな <laughs> ファクトリーに回すみたいなねここ2年ぐらいはすごい意思を感じますそれれあじゃない自分を知ってほしいっていうそれもそうだし視座が単純に上がったんじゃない年齢とともにっていうのはない ギア入った感ないですかうん、うん、リッチャーさん的には。<laughs> そんなに考えてなかったんですけど、ああでもフォロワー数増えたからなんかそういう緩いこと言えなくなったっていう <laughs>、なんかネガの方はあるんですが、あ、でも自分がなんかギア入ったタイミングで言うと、うん、前はな,なんとなくその自分が、まあ、あの自分はこう、名前もつけづらい職種だし、あとはまあ広報とか、あとはまあ女性で、あの結構女性活躍とかウーマンエンパワーみたいなところに興味があるんですけど、まあ、昔はそれ個人的に興味あるだけで、なんかそんなにこう別に周りに発信しようとか、まあ思ってん ってなかったんですよあと広報とかコミュニケーションっていうのもまあベンチャー界にとって大事だと思うけど別にそれをあえてこ声高に言うつもりは別になかったんですけどうん、うん、なんか思ったのが自分がこうマネ会社でマネージャーになった時転職でマネージャーになった時。 とかあとはまあ前職辞めた時とかあと今の会社でその役員になった時とかになんか思ったより周りの人からなんかすごいこう期待してもらったりとかあと勇気が出ましたみたいな言ってもらえることがすごいあってなんかものすごい恐れ多いんですけどただまあ確かになんか自分もこう自分と同じ職種の人でこうその先にいる人って昔想像つかなくってうんこの先なんだろうとか思ってたので多少なりともこう誰かの役に立つならなんかこう発信することとか前に立つことって意味あるんだなっていうのをなんとなく思うようになったんで 考えみたいなのを発信したりとか、あとは結構女性のキャリアとかはすごい意識的にでも言うようになりましたね。それかな。なるほど。わしはもうロールモデル側にいる。いや、なんかちょっと、そう、そうなるとすごい嫌なんですけど。<laughs> いや、すごい嫌なんですけどね。嫌というか、恐れ多いなと毎回思うんですけど、まあまあでも、 自分がその、ね、何者でもそういう年齢になってったんだと思いますよ。そうですね、あと自分が何者でもない頃ってそういう人たちのブログとかめっちゃ読んでたなっていう,こう記憶はすごいあってまあそっち側に行き始めたっていう感じなんですかね貢献したいって感じをねすごい感じますよねそのスタートアップ業界っていうものに、ね、例えばダイバーシティアンインクルージョンに関してうんうん、うん。 ちゃんとと発信したいとかねねねそうですす、ね、を感じますよ、ね、あと多分なるみさんその記者側で見られてるかもしれないんですけどなんか広報ってこう経営にとってそんなに大きいなんか役員とかになることって少なくないですか今までこそすごい重要してる人っていうのは一部にすごいすごい重要してる人もいれば大部分の人は重要してないみたいな。うんうんうん 差がが激ししいいところだなっていう気がしますねなるほど自分はその、ま、広報に限らずですけど、そういうコーポレートの特定の職種とかって、なんか本当はすごいインパクトあっても、うん、なんかこう、なんでしょうね、こうキャリアのその先が見えないとかに悩んでる人って結構いたりとかして、うん、でも自分はその、まあ、メルカリがすごく広報が、まあ、 う、うまい会社だったっていうのはあると思うんですけど、やっぱりこう企業価値とかにすごくこう直結してると思いますし、特に今ってこうトップの発信とかもすごい大事じゃないですか。うん、っていう時になんかこう、広報とかコミュニケーションの役割ってすごい大きいのに、でも自分が一緒に働いてた広報とか、あと面接で話した人とかは結構キャリアに悩んでるのすごいもったいないなと思ってて、なんかもっとその、こう先のキャリアとか、あと経営者の近くで働くとかってポジションいっぱいあると思うんですよね。なんかそういうのとかは、 なんでしょうまあ多分メディアの方とかもそうだと思うんですけどこう記者が最近って VC 行ったりとか、まあ、いろんなキャリアの幅広がってると思うんでそうですね、うん、なんかこう記者と広報あたりのこうキャリアってもっと多様にいろいろあるはずだなと思っててなんかそれ増えてってほしいなと思ってるんですよね確かに記者の人がね例えば僕の友達の増田さんが VC 行くとか、ねうん、あそうですよねコーラルに <laughs> 入られて。 桜川さんもグローバルブレインっていう人を一体してね、うん、結構最近異業種転職はあったりしますけど、うん、広報の方も同じくね、もっといろんなところに顔出すと、実は面白いんじゃないっていうのありそうっすよね。そうなんですよ。なんか最近ニーズはめっちゃ高いのに、なんか人材足りてないし、広報を辞めちゃう人も結構いるんで、もったいないな <laughs> と思っていて。広報ってね、まあブースターと言いますか、あらゆる産業法で、まあ大事ですからね、人事だって別に知られないと。 人来てくれなないいから候補みたいなもんでうん別にか新しいかっぱえび戦出してもねそれを買ってもらわないと売り上げにならないんで知ってもらわないとっていうそうそう知らないと買えないわけだからまあ大事っすよねほ、うんとね僕がねあのりっちゃーさんは良いなと思うのはこれはちょっと誰かを傷つける言い方になっちゃうかもしれないですけどここ候補ってさ <laughs> あの何適当に SNS やってさこうなんか ギュルルンプルルンってしてて、そのまま、なんか、でも連絡は返さないみたいな、とか、いきなりどっか転職しちゃって、もう知りませんみたいな、なんか、分断していく人がね、うん、いるのよ。いるかいないか今話してるよ <laughs>。いた、いたのか <laughs> なのか。<laughs> な,のかなんかね、リッチェさん素晴らしいのはね、ちゃんとしてる。ええ、あのね、なんだろ、う、すべての前繋つながった人とかでも、何 不義理を果たさずみたいな。なんだろうな。やばいやばい。なるみさん言いたいことわかりますもう普通にちゃんとしてるよねっていう。<laughs> <laughs> <laughs> やばいやばい。めちゃくちゃちゃんとしてるよねっていう。今後ちゃんとでしないと。なんかそこのね、ちゃんと、こう、雰囲気広報じゃなく、ああ、地に足がついてるというか、ちゃんと、ちゃんとやってくれる人はね、素晴らしく僕はね、良いと思います<あ>。<laughs> そんなになんか嫌な体験があったのかな。<laughs> <laughs> なんか広報ってちょっと、なんだろうな。目立つからかっこいい、やりたい。なんか。 ちょっっと流行ってるそうだからやりたいみたいな人若い人たち多いと思うんですけどそれでやってそのままなんか消えちゃう人たちが多い中で、うん、ちゃんとちゃんと普通にビジネス力があるっていうのはね僕はめちゃくちゃ大事だと思いますそうだったのかそんな,なんかそんなに確かになんかこれそうですね誰,誰かを傷つけないといいんですけどでも広報をやり始めて思った時に <laughs> そういえば広報ってなんか全然その 何ですかね。他の職種に比べて、やっぱ人口も少ないんで、人材層がそんなに厚くはないなって思ったんです。で、で、その中で、一定その、例えば経、経営者の視点とか、なんかそのベンチャー経営の中で、こう、例えば、資金調達のリリースするなら、資金調達ってどういう仕組みかあんま分かってないと、語れないじゃないですか。だから結構メルカリいた時は、メルカリって毎回こう、なんでしょうね。 結構大胆な挑戦とか、業界に先駆けた何かみたいなのやってリリース出すんで、うんうん、なんかそれを記者に説明できるようになんなきゃいけないじゃないですか。なんでこれが新しいのかみたいなのを、なんか勉強してるうちに割と、なんかそこの知識ついてきたのはすごいラッキーだったなと思って、 でそうすると意外とその全般的な,なんか知識みたいなのがある人とかが結構少なかったりするんで、で、これ結構広報だからお得だと思ってて、私は広報をやりたい人増えたらいいと思ってるんですけど、なんか他の職種行ってやったことある人が広報とかやったらすごいレバレッジ効くと思うし、さっき言ってたようにあの普通にちゃんとしていれば、あのちゃんとしてるだけで一定信頼あるんで、すごい得だなって思いますね。それはキャリア途中でチェンジしてすごいラッキーだと思いました。そうですね。まあ、あえて対応を言うと、 職種やサービス内容にもよるかもしれないですけどね。うんうん、あの、ある一点までは別に研究開発みたいにしてる方が大事かもしれないし、まあ産業にはよると思うんですけど。でもなんか夏目部さんも、なんかこう広報というタイトルではないと思いますけど、でもなんかあの、リクルートいた時に、何だっけ、新卒採用が通年採用になったとかすごいバズらせてたじゃないですか。ああいうのめっちゃ、なんでしょうね、広報発想っぽいというか、まあマーケ発想なのかもですけど、普通に素、素用はそっちですよね。PR, PR のあ、そうそうそう、そう PR のって感じ。そうですね、僕、 多分完全に PR のでうん、うん、でもう PR で、あ,ある程度結構いけるなっていうところは思ったんですよ。うんうん、そのセ,セブンのブログとか、まあ、リクルートとかもそうですけど、でその時に、これだけじゃ、まあ個人なんだろう SNS でちょっとバズりますって意味ねえなって思って、でもっとちゃんと大きいところができるようにならねばならぬと思って、候補は別に手段で、そっから先何、何 別に営業やるにしても何にしてもまあまあ使えてはいい,い,いと思うからやめようかなーって言って結構意図的にもう今もツイッターもやってないしだから意図的に結構キャリアを変えに行ったのはありますね広報だけじゃ意味ねえなって思っちゃった、うん,、うんうんうん、ですねそうそう PR ーだと思いますよ完全になるほどあでもそこは意図的だったですねやっぱあの PR ーを持っていれば何でも活かせるってなるよね、うん、最大限のコストでどんだけインパクト与えるかっていうのって何やっても超大事だから最小限につつ他のやれば、うん ううううんやればいいいっていうのはねねそうそうです、ね、まあでもちょっと僕の考えが違ったけどツイッターでちょっとシェアされるとかは意味ねえなと思って、うん、もうこんなんじゃ食っていけないからやめようと思ったんですけどチョコレートだったりなんか今ね結構ここまで大きい市場になるとは思わなかったんで<ー>意外とそっちでも食っていけんじゃないっていうそ <laughs> <laughs> そうそう候補だけじゃ意味ねえなと思ってちゃったんですけどとか SNS でバズらせるだけじゃ。うんうん、そううですねそう 一過性のバズみたいなのは多分だ,だんだんその威力みたいなのは落ちてきてるとは思うんですけどただやっぱりコミュニケーションとかなんか人にこうどう伝えていくかみたいなところの重要性自体はなんかずっと今のところ上がり続けてる感じはしますねんほんとそうだと思いますよ例えばバズったとかバズるっていうこと自体がちょっとダサくなってる感はあるんですよねああそれめっちゃ面白いですね今日のこれバズったんだけどっていうこと自体がちょっとダサいなっていう僕は感じててうん、うん それよりも、例えばこの1年でこんだけ信頼が積み上がったの方が、ちょっと今かっこいいんじゃないかなって気がするんですよね。それは多分一時期あった SNS 編長からのちょっとした揺り戻しかもしれないんですけど、うん、ややち直目に来てるんで、じゃあ日々いろんなものがバズって SNS で1万シェア何万シェアされてるけど、じゃあ覚えてるものあるかって言ったら覚えてないし、だったら2年前からこれだけのファンが増えたとかね、これだけの信頼してくれる周り人が増えたの方がいいんじゃない的な空気をちょっと感じたりします、ね。いや、ありますよね、絶対ね。うん、そうそう。 だと思いますなんか結構 PR のなんだろうな仕事してた時にあのピなんか PR の原則みたいなっていろんな本とかで語られてるんですけど私すごい大事だなと思ってるのが人にこう伝えるとか じゃあ、まあ、ある意味、バズらせるとか、こう、メディアに伝えるとかっていう、こう、ハウがあるからこそ、なんか倫理観が絶対根底になきゃいけないっていうのがあって、書かれてて、うん、なんか当時はへふーんとか思ってたんですけど、今め、めちゃくちゃそれ思うんですよね。<laughs> やっぱり、うん、自分もなんかその、すごいいいと思うものじゃなきゃやっぱできないなと思うし、なんか根本にね、なんかバズらせる手段とかいっぱいあるからこそ、なんかちょっとまずいものとかでも逆回転みたいになっちゃうこともあるので、それより見られてる気がしますね、今。手段、手法として定着したからこそ、 ちゃんと使わなきゃなっていう意識が高まるべきだしそういう人じゃないと何か使ったところで意味がなくなってきたのかもなっていう気もしますねいやいや広報 BR いやー大事ですねここで話は完全に変わりますが僕がどど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 不穏な <laughs> <laughs> まずそのどはい 10x あるある。10x の人は他方でとめちゃ言う。いやそれ 10x っていうかややもとですよ。いやいやいや。他もいます。あの 10x 入った人たちビフォーアフターでめっちゃ他方でっていうようになって口がするのそれ。でも映っての。例えばあの今 cf4 で入ったあの人のノートとかはいそうあの人他方でが入るようになってきてるから。ノートにあ多方位きた。 <laughs> 他方でこういう事例もありますとか,すか確かにノーションでちょいちょい見るな、他方って、うん、<laughs> 僕ね、あんまあ、これだけなんですけど、<laughs> <laughs> そんだけなめっちゃおもろい,い。本当はもうこのレベルだといくつかあるんですけど、そう、他方ではね、あのもうずっと言いたいった、ね、いや、こういうのそう、そういう着眼点めっちゃ好きですね、めっちゃ面白い。<laughs> 私い。んか逆にのなんかノートの人はめちゃくちゃ開きません漢字開きます。わわかかるかる <laughs> めっちゃわかるそれわ <laughs> かるあのね <laughs> すごいひらがな率って思う僕も私って感じで書けないんですよ <laughs> やかましい断然ひらがな <laughs> めっちゃ面白いそういうの出ますよね <laughs> <laughs> ありますね、うん、そういうのはね <laughs> <laughs> 僕ね最近最近減りましたけどちょいちょい新卒のとかまあ中途の採用相談みたいなの受けてるんですよで最近あのとても優秀な 現役東大生な人が、うん、ちょっと新卒の就職活動でみたいなのでお友達で話聞いててなんか大企業ばっかり候補出してたんでベンチャー行けばって言ってでおすすめのベンチャー何って言っていや絶対「10X」がいいよって,って、えー、結構僕ちょいちょいねあのサジェッションしてるんですけど、ねえー、ありがとうございます <laughs> すごいそんなところにまでそうでここでこれを聞いてる方々にね夏目が考えるあのじゃあなんで「10X」がいいなと思ったかの理由についてご説明したいと思います 1一個はですね強い思想というのがありましてそれは社長がちゃんと思想を持ってこうしようと思ってるじゃないですか、うん、なんかそこをね正しく持ってる人ってそんなにいないって言ったら怒られますけどベンチャーってそういうもんだと思うんで社長がそこを持ってなかったらビジョンなかったらやる意味ないんでそこをねあ,のあるのは素晴らしいなと思っておりますで <laughs> その1言語化できる解像度これはですね言語化が上手いですねヤモッティさんは素晴らしくでそれを解像度高く だだから多分日々試行してるんだと思いますそこはね完全に僕のないものねだりなんですが僕はふわっとしてるのがあのメリットだと思ってるんで僕自身の。<laughs> <laughs> そがいいな解釈で <laughs> 僕はもう自分でふわっとしてるなと思ってこのままふわっとしていこうと思ってるんでそこのね言語化できる解像度がちゃんとある人はね ちゃんとビジネスできますよ。そう思う。あのふわっとしてるやつはダメだよ。<laughs> やっぱ <laughs> ヤモッティさん筋トレしてるからね <laughs>。筋トレはしてますね。そう、そこはね、すごく大事。あとね、もう一つはね、市場がいいっていう、本当にもう完全に大事。大事だけど、ビジネスっぽいお話になっちゃいますけど、あのね、ちゃんと正しい市場に行かないとね、伸びないのよ。しかも正しいタイミングで。それがね、テックスはね、素晴らしいよね。今も 市場がねむちゃくちゃゃゃくバカででかかいじゃないじなすかそう,なんですよそうだしね、でもバカでかくてもうタイミング大事で、うん、今アフリカがとか言ってるやつはダメだよ、インド行った方がいいから絶対。<laughs> そうね<だ> <laughs>。ちょっと分かんない違いは、その辺は。だし、東南アジアの方が絶対。<laughs> みたいに、うん、タイミングはあるんですよ。そのタイミングをね、たまたまなのか、めちゃめちゃ考えてたのかは知らんけど、いや、いいっすよ。僕はもう素晴らしく押しております、ここの市場のタイミングは。と、さらに、さらに、あのね、<laughs> 僕がカヤックん時に、ああ、面白いなと思ってたエンジニアの人たちが言ってるんですよ。ああ<ー>。だから、そ,かそうそう、石川君とかもそうです。そう。被災地とかもそうです。そう,そう。この人たち、面白いなと思ってた人たちが言ってるってことは、なんか、言語化できてビジネスちゃんとしてるだけだと、エンジニアがついてこなかったりするんですけど、ちゃんとそこの部分のブリッジができてる。そこの会社はね、あんまりないんですよ。三菱商事出身ですみたいな、ちょっと分かんない。今、適当に言ってるだけですよ。<laughs> 誰かを傷つけるわけじゃなくて。<laughs> ね いやでもエンジニアだけじゃなくビジネス面でもすごい優秀な人が集まっててさ例えばさっきの CFO の山田さんって人はさ山田さんめちゃめちゃいいよねそうなのよ山田さんみたいな人が入ってくるシリーズ B のスタートアップっていうのは前もどく話したけどめちゃめちゃいいんですよねいいやほんとそうそうですちゃんとしたところから来てる人に仕事も教えてもらえるしそういう人が集まってきてる市場であるってことだし絶対成長するわけだからなんか若い人が行くにはすごくいいと思うしいいっすよねそうそううん でまあ、とはいえ多分社内ってこうやって外から見えてるのと違って入ったら入ったでバタバタぐちゃぐちゃしてて大変だーってなるんですけどいいんじゃないですかその大変さはっていうのは同じ大変さをするんだったらちゃんとこういう正しい何成長と正しい,、ね、いそれいい感じのベンチャーでめちゃくちゃした方がいいっていうすごい,い,いすよねいそうそうリアルタイムしていただいたいやあのね CFO の山田さん,うん、うん 知り合いに株の相談されたらまずこの人のノート見て勉強するといいよそうノートめっちゃ面白いんですよであと僕じゃなくてこの人に DM した方がいいよっていうのは僕結構サジェッションしてます最近よく相談に乗ってるらしいんでそうですねそうそうでしかも相談乗りますよって書いてあるじゃないですかだからねいやー東大野球部のキャャッチですからしいそうそうそう野球部にそうそでも待ってキャッチャーはどうなの う図の図のもうスタートアップ界の古さですよっていう風に僕らもでたから <laughs> <laughs> メガネしてるしてメガネしてるし僕、うん、あの結構ノート書いてるのがなんかこの前聞いたら面白くてその、まあ、相談に乗るのって自分も勉強になるからなんかいろいろ相談に乗ってるらしくてでなんか3回同じこと聞かれたらノートに書くようにしてるらしいんですよねうううんうん、うん んかストックオプションのこ,ここについて聞きたいとかを3回同じこと聞かれたらノートにして次からはそれをこ,ここに書きましたって送るっていう仕組みで最近いっぱい書いてるみたいですへえ<ー>読みましたよ 10X のブログにそう書いた<そう> <laughs> すごいさすが、うん、へえそれは面白いですね,ね記事のネタの見つけ方にすごいいいなと思いましたそうそう絶対ニーズがあるから3回行かれるわけですねそうそれめっちゃも、ね、ええー、それ僕そういうこと聞かれるとなんか なんだろうどうでもいいこと3回聞いて記事になるかなみたいな思うんですけど。どうしたら150キロ打てるようになりますかみたいなのを。3回聞いてみようかな。野良さんに変なこと聞くとやめない。

おそらくヤモッティさんがちゃんと発信してるから、まあ、こんぐらいなら発信していいんだっていう LINE ができてると思う先生はないとああそうですね確かに、うん、いやなんかみんな別にそんなに頼んだわけでもないのになんかみんな発信してて偉いなってよく思います <laughs> すごい <laughs> でもそれって多分そういうのがカルチャーだと思うんですよねうん、うん、そうでそういうのがあると何だろう広報としてもレバレッジが効いているというかそのビジョンがあって社員たちが勝手に広報活動してくれていてこれでだってこの話聞いてえじゃあちょっと山本さんに のノート見てみようかなっ「て見て k s おも面白いなってなる人たちも多分増えたりするじゃないですかそうなんですよいやありがたいってかここめちゃくちゃ PR していただいてありがた <laughs> いやでも発信するとやっぱりなんか発信する人がいてそこを見て応募しましたとかあるとやっぱ他の人もそれ見てるからあじゃあ意味あるんだ書こうってうポジティブに回り始めやすいですよねうんうんいやいいっすよねあとやっぱり僕めちゃくちゃ大事だなと思うのは社長があのどんなもんかっていうのはめちゃくちゃ大事なんでうん 変な人の会社で働きたくないでその時に社長がポッドキャストやってるともう人となりが分かりやすくてとても良いうんうん、うん、まあ合う合わないが分かるっていうのいいよねうんあなんか「ナめだルば好きなんだな」とかが「無ャベスからのケーがとかっていうのを聞けるじゃないですか <laughs> めちゃめちゃくちゃ詳しい <laughs> <laughs> 本当との2とも詳しすぎるそう,そういうのが分かるとね例えば僕はめちゃくちゃふわっとしてる人間なんで 多分ねヤモッティさんと絶対合わないんですよ。でもそういうのが分かるのはすごい大事だと思う。うん、入ってから違うとかじゃなく私も割と多分ふわっとしてる方の人間なんですけど <laughs> なんかでも私多分入った時でも最初そういえばそのガチガチロジカルっぽいからなんかいやテニスという会社があるのは知ってるけどなんか自分はそんな合わないんじゃないかって最初思ってたんですけどそれこそなんか。うん あと、P、PR とかもそのコミュニケーションとかよりもなんか分かる人だけ分かればいいみたいな感じかなって思ってたんですけどただなんか手伝い始めて結構お話を聞いてみたら会社のカルチャーとかもだしあと外に知ってもらうとかもうめちゃくちゃ大事だと思ってるけどなんか自分はそんなになんか人とコミュニケーションとかうまいと思ってないしなんか得意な方じゃないと思うからそれはよろしくって言われてあなんかそ,そういうのを人をちゃんと集めてチーム作れるのはすごいいいなと思ってなんか入りましたね そうい,えばいや、TENX さんが今後こうした方がいい,い,いでいうとう怖いからあのもうちょっとマイルドな発信が欲しい。い怖いよく怖そうと言われるんで<う>私今、今とっつきやすさ担当として頑張ろうと思ってるんですけど <laughs> <laughs> あの怖いという人は私にお DM いただければ。<laughs> <laughs> なんか前、オープンオフィスの写真でヤ、はい、モッティさん筋トレしてましたけど。<laughs> してました逆にこれ。やめたうがいいかな。<僕>シュールかなと思ったんですけど。信んでちゃう人い <laughs> るから社長 <laughs>、まあ、も筋トレしてるけど、別にみんな筋トレしてるわけじゃないんで。<laughs> いや、でもそういうね、やっぱり会社のベンチャーって、まあ色が、社長、やっぱり社長の色ってすごい強いじゃないですか。うん、まあでもこれが今年40人ぐらいになって、もっともっと採用していくんで、多分100近くとかなるかなと思うんですけど、なんかそこでこう色とか、社長一色だけじゃなくて、こういろんな人が増えていくっていうのがすごい楽しみというか、 会社の成長の過程だなっていうのを最近めちゃ感じてますなんで女性も来てほしい女性も女性ちょっと女性を僕はこなすぎてめちゃ凹んでるんでい<や>来てほしいいやこない行かないでしょ <laughs> 怖いもんだってどうしたらいいかな <laughs> だってあの均等の人と元野球部の人みたいなイメージがやっ 私がこう、なんか怖くないよう感をどうだどうしてせるかな。全然みんな優しいんだけど。<laughs> いやいやいジオ採用するしかないけ <laughs> やいやいから、いやいやから確かに。<laughs> それ合ってんのかなあの、最終で落ちない、<laughs> 大丈夫。そうだよな。<laughs> いや、全然ね、なんか、別にみんな楽しくなんか、そんなにゴリゴリな人ばっかりなわけでは全くないんですけど、そうなんだよな。本当になんかもっと苦闘点間違えたら殴られるいやいやいや他方って言わなくても大丈夫。<laughs> <laughs> そこは他方だろうといやーここって難しいですよね。<laughs> なんかこの前あの私がその、えっと、役になりますみたいなプレイスリリース出した時にその写真、まあ、大体リリースで写真つけるじゃないですか。であのなるみさんが昔あの資金調達はああしゃみたいなみたいな名付けましたけど、うん、なんかそう写真のことすごい考えてて。 とりあえずなんか黒いイメージをやめ,ようやめようと思って黒以外の服を着てきてくださいって頼んでみんなに大事めっちゃ大事そうしたら白大事しなったんでめっちゃ今度はどうだってなった <laughs> いいいやいや黒よりかはいい黒よりかはいいテンクスで黒だったら怖いよ <laughs> ラーメン30種になっちゃうからやっぱ <laughs>、ね、いやほんと指定しないと会社なんかオフィスみんな黒いなみたいな感じなんで、うん、ちょっとせめてリリースの写真は柔らげにと思ったんですが <laughs>、うん、ちまちましたところからじゃあね <laughs> 10X のノーションで作った採用ページこれ貼っときますので概要欄に、はい、あそうだその話めっちゃしたかったあれ最高っすねめっちゃいい,いしかもいいところで言うと社員、うん、めっちゃ載ってるじゃないですかですよあと肩書きのところだっけなあのコードにしてて<ー>ハイライトっぽくなるようになってるじゃないですか僕あれはね使い方うまいなと思ってました 2>, す2人ともめちゃくちゃ細かいところまで見ているでもその採用ページを最近そのデザイナーさんにあのリニューアルしてもらったんですけどそしてそれでちょっとびっくりしたのが モーションってこんなにあの見やすくなるんだっていう <laughs> やっぱりデザイナーさんにやってもらうと違うんだなっていうので <laughs> めっちゃ見やすくなりました。で,で社員の顔はそのさっき言われた通り怖いっていう <laughs> 怖いとっつきづらいみたいなのがこう課題なんで。<laughs> <laughs> 人間味っていうテーマがずっとあって社内のスラックにもあの人間味っていうリアクションがあるんですけど <laughs> なんか人間味出していこうと思ってもう意識があ,るんですあ,すあも人間味なのかな違う違う違う人間味はそうなんだけど人間味出てるから怖さが出ちゃってるんじゃないかこうなんのイメージあるけどこう社員の顔とか,なんかこう人気みたいなのが足りないのかなと思ってモト、はい、以外のメンバーの顔、ね、あと笑顔を出していこうってなってとりあえず写真が散りばめられています。でも確かに社員30人、うん 超え始めてるんだったらその社長一人ってよりも会社としてみたいなのが多分なんだろ発信として大事になってくると思うんでなんかその辺がねちょっとすごく楽しみだなと思いまし最近の発信を多分皆さん見てもらうと割と顔がいっぱいあるなみたいなのを出そうとしてると思います。<laughs> 僕、t e ク x さんの好きだったのはあれかなどっかのリリースで、大文字 X は10倍のことを指してて。あれ、細かいなと思ったあれ。あれですよね、小関優さんもなんかツイートしてた気がするけどそこんなところまで小関さんも見てたのか。<laughs> そ,うそ,うそうなんですよ。あれ面白かった記憶があります,ですね。私、毎回入社オリンでそれ説明してますからね。t e ク x の X が、大文字は名詞の方で。 小さいあの小文字ネクサ形容詞ですっていう <laughs> ローカルルール <laughs> いやーでも僕はすごくいいなと思ってるんでねちょっとぜひぜひもしねなんか興味あるなって人はどうしたらいいですか<え>採用ページからてもらえばいい概要欄にリンクがあってあるんでそこをクリックしてもらえるとどんぐりからの応募っていうのがわかるので <laughs> そんなルートルート、まあ、そこからサイドがあればね <laughs> あれをどんぐりを聞いてと言っていただけると話が早いかもなんか特典あるんですかどんぐりを聞いてってんに応募するとステッカー ステッカーをプレゼントしようかな採用ページからでもいいですし私から私に DM とかもでもいいですしあのオープンオフィスとかイベント定期的にやってるんでそれに来ていただくでもいいですしぜひ気軽にコンタクトいただけると嬉しいですねはい体鍛えてからねか <laughs> 鍛えなくて大丈夫です <laughs> 殴られちゃうかな <laughs> <laughs> リッチャーさんに僕聞きたかったのがリッチャーさんすごい読書家だと思うんで ちょっと読書家というほど読んでるかは怪しいんですけど、ちょっとせっかく言っていただいたので、ちょっと良か,、あのー、かった本を思い出してたんですけど、1個おすすめがあって、2人って、えっと、タイトルが「バッド・ブラッド・シリコンバレー最大の熱動スキャンダル全真相っていう」っていう本なんですけど、読んだことありますかバッド・ブラッドはい、はい。僕あります。ああ、ないわ。 あ,あ、そうですそうですそうです。すなんと名前だったっけあの会社？セラノス。あ、セラノスか。はいはい。あえのドキュメンタリー的な感じですか？そうですそうです。そうなんですよ。ちょっとあのこれ実は多分さっ別のところでお話ししたあの PR のエピソードともちょっと関わってるんですけど、うん、これまあほとんどドキュメンタリーでそのさっきなるべさんが言ってたまあセラノスっていうえっとシリコンバレーで。 あの、血、血を、なんか指先にこうパシって何か押して、そこから血,血液を行ってきとると、それで、ガンとか、なんかいろんな病気が全部調べられます、みたいな、なんかっていうソリューションをこう提唱してたベンチャーがいて、で、そこの、なんだろう、代表がまあ女性の起業家だったんですけど、なんかもうその人が一時期こうもう第二のジョブスみたいな感じで、すごいこうメディアとかにもいっぱい出てて、セラのせ注目されてて、で、資金もすごい集まっててっていう会社だったんですけど、なんかいろいろあって結果、もうその、 そのコア技術で言ってたのは、もう全然できてなくって、そのプロダクトは成立してなくって、っていうのがあるときから、こう、スキャンダルになって、もう、なんでしょう、全部嘘だった、捏造だったみたいになって、確か逮捕されてたっけなで、まあ、詐欺事件みたいになっちゃった。ああ、もう逮捕まで行ったんだもん、うだっ,ったかな、確か。っていう、まあ、そんな巨大詐欺事件みたいなやつのまとめ、うんうん、ドキュメンタリーで、まあ、単純にめちゃくちゃ面白いんですよね、展開が。なので、結構一気に読んじゃったんですけど、 えめっちゃ面白そう。シリコンバレー最大の s o スキャンダル、うん、全真相っていうのいいですね。これは本当面白かったですね。<ー>なんか興味を引いたポイントというか。そうそう。なんか内,内容的に、まあ、その記者の人が追ってって、元社員とかっていうのを聞いてってこう真相を暴いてるんですけど、まあ、その流れが一連こうドキュメンタリー的にもすごくドキドキして、パッと読めるんですけど、なんか個人的にすごく面白いポイントは、やっぱり自分が、P、PR とかいう仕事をしてるのもあって、まあ、これってこう、 ある意味、まあ、PR がうまくいきすぎたとか、逆にこう周りのメディアとかもやっぱりこれに乗っかってこうすごく盛り立ててきたわけじゃないですか。だから結構みんな、なんだろう、うん共、共同責任みたいな、連帯責任みたいなとこはあると思ってて、うん、で、業界で一個こういうことが起きちゃうと、他の、なんかやっぱりベンチャーはこういうのがあるから危ないとかに言われがちじゃないですか。なんかそれがすごいこう問題だなと思っていて、やっぱり、 さっきどっかで言いましたけど、その PR っていう、やるときに、こう、倫理観みたいなのが根本にないと、いくらこう、なんだろう、これってストーリーがすごく上手いので、絶対 PR うまくいくんですけど、 ニュース性もすごく高いしでもそれ,それがねうまくいったからといってそれが危なくてこんなことになっちゃうのもあるんでやっぱ根本でそういうところにすごい気をつけないとなっていうのとなんか逆回転した時のこう怖さっていうのがありありと見えるんでなんか一回こう PR とかメディアとか関わる人は逆にこうよ,よくない例として読んどいた方がいいんじゃないかなって思うやつですね。ねここれででもむずいいいすすよよ、ね、ベンチャーにるるとと多少ううか今後こうすごくなるよ を見越して広報するみたいなのはまあまああるじゃないですか、い、うん、ってその時にそれってどこまで盛るんだっけみたいないやそうなんですよね、ただのプログラミングを AI って言いますみたいなので、いや、そうなんですよね、そうなんか一定はこうね、盛って資金調達してっていうのがこうベンチャーのビジネスモデルでもあるわけで、でもじゃあこれってなんかどこでストップかけられたんだろうとか、やっぱり一回みんながいいっていうと、もうそこからどんどん有名投資家とかも来てお金も集まってってなっちゃうんですよね。なんで、うん そうなんかこれ、こ怖いな、みたいな。自分たちももちろん何台にしなきゃいけないし、うんうん、なんかこういうものがないかって結構目、目を光らせてないと、うっかり乗っちゃう可能性とかもなきにしもあらずですし、ね、なんか教訓的な本だなと思いますね。 <laughs> じゃあ何ベンチャーに関わってる人とか広報に関わってる人には結構おすすめだよそうですねなんかメディアの人とかもいいと思いますし、まあ、あと普通にドキュメンタリーとして面白いんでなんだっけこういうのノンフィクションものとか好きな人はかなりおすすめです面白そう買いますぜひ買いました <laughs> これかなうんいろいろあったけどこれがなんか印象に残ってました今年えなるほど 他にはありますかちょっと似てるジャンルなんですけど、あの、インスタグラムの本とか、これと同じ、なんかシリコンバレー、こういうドキュメンタリーみたいなやつ好きなんですけど、なんだっけ、インスタグラムも、タイトルなんだっけ、野望の王国みたいな名前だった気がする。野望の果ての真実だ。これもそうですね、なんかインスタグラムの会社ができた最初から、まあ、Facebook に買われて、で、まあ、成長するけど、なんかマーク・ザッカーバーグと揉めたり、いろいろあって、で、結局創業者辞めちゃうんですけど、 やめる最近のあたりまでのドキュメンタリーなんですけど、これは PR というよりは、なんか社内のいろんなごたごただったりとか、あとザッカーバグってこういう感じに思われてるんだ、みたいな話なんですけど、なんかインスタみんな使ってるじゃないですか。だから自分も使ってるこうストーリーとかの機能って、なんかもともとはこうスナップチャットのパクリなんだけど、それをインスタグラムがこう最初に なんか社内からは絶対こういうのやった方がいいみたいな強い声があるんだけど創業者はいやそんなのやりたくないみたいなのでずっとこう断ってた話とかなんかそういう何でしょうね普通に自分の仕事シーンでもめっちゃありそうな細かいシーンがすごい多いんでそれもリアル感があってすごく面白かったですね面白そうですねこれも私あのノートの森本さんとかにすごいおすすめした記憶あるんですけどなんかノートちょっと似てるような気がしてて。 ノートって結構独特の世界観があるじゃないですか。他のブログサービスとかとはちょっと違うあの街みたいなのを作りたいとか。うん、で、なんかインスタグラムも結構、なんかこの中ですごい対立的に書かれてるのは、なんかザッカーバーグとかフェイスブック自体はもうとにかく数字を追い求めてて、いいねがいっぱいつぐためのコンテンツみたいなのをやっていて、 あんま芸術性とか、そういうのは全然こ,うこだわりがない。グリーディーな存在みたいになってて。で、一方でインスタグラムは、その創業者がなんかカメラもともと好きだったのもあって、なんかこういうのがインスタグラムにいいコンテンツっていうのはすごいはっきりしてるんですよね。理想が。で、なんかそういうものをこうユーザーに求めてるんだけど、でもユーザーはなんかもうちょっとこう水着の美女みたいな写真とかアップしてきて <laughs>、で、そういうのをなんかちょっとこの世界観とは違うんだよなって言って、なかなかそういうのを上に上げないようにしたりとか、 数字で取れるものを持ってやれっていう Facebook 側と、いや、僕たちは美学で通したいんですっていう Instagram 側っていうのが結構ぶつかってて。 なんかそこをどうサービスに落としていくかっていうのが結構面白いポイントなんですけど、ど結構日本で言うとなんかノートとかってその校舎みたいな独特の世界観みたいな結構持ってるかなって。かもしれないですね。勉強します読んで。<laughs> あとはなんかあの、<laughs> 有害コンテンツみたいなの大量にアップされた時にどうやって削除するかとか、なんか削除担当の人がどんどん病んでいってしまうとか、結構あの大規模プラットフォームあるあるみたいなのがいっぱいありますね。へえ<ー>、面白そうだね。インスタグラム。いや、ボの真実。はい、バットブラッドと、 インスタグラムね。はい。真面目系なんですが、この辺、あのお好きな人がいたら、とてもおすすめです。ぜひね、この本も概要欄に貼っておくので、うん、興味持ったら、ぼちっと買っていただけると、まあ、面白いんじゃないって感じですね。はい。はい。こんな感じですかね。なんか、最後に宣伝とか,か,か <laughs> いや、もう散々宣伝してもらったんで、もう、もう、もう言うことはないって感じです、ね。<笑><笑>はい。じゃあ、今回ね、長々とお付き合いいただきありがとうございました。や、こちょこそめっちゃ楽しかったです。ゲストは、10X の CCO の。 中澤理香さんです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、リッチャさんでした。いやー、いやーリッチャさん、久々のゲストでしたね。久々。うん、うん、久々。いやいやいや、なんか途中後半ね、聞きましたけど、なんだろう、うすごいなと思って。一 <laughs> 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 人目のところに行って <laughs>、うん ででちゃんと頑張ってで何関係性をめちゃくちゃにせずしっかりこう積み上がっていく信頼と実績みたいなのがこうゼネラリストのロールモデルだなとさらっと言うけどさできた部一人目ってめちゃめちゃうん大変,、ね、ん大変何が大変って成果が出してるか出してないのかが分からんのよ誰も評価基準もないから。うんその時にに上司なりに ちゃんと認めてもらえるとこまで数年かけて持っていくっていうのはまあすごいですよねいや素晴らしいうん。リッチャーさんはバイトもオープニングスタッフとかやるタイプなのかね <laughs> <laughs> じゃないオープニングスタッフは結構楽しいなと思うわかるわうん。わかるまあ正確にもやるけど立ち上げって楽しい楽しいんだよね、うん、<laughs> 僕リクルートの部署が立ち上げの部署で、うん、それは楽しかったですね結構 何もうルールがないとこからルールから作っていくみたいなの楽しいですよねうん、うん、あと一致団結しやすいのかなあ,あそれはあるよね、うん、初期メンバーとしての一致団結感っていうのはなんかちょっとその,、うん、その時しかないものかもしれないね,いねないない、うん、結構数年経ってもあの時の一期生みたいなのでねまあそういうのはあってあまあずっと残ったらよくないけど、うん、最初はあったらちょっといいかもしれないねっていうのはあるね,、うん、ねいや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  なんか聞きそびれたことあります大体聞いたけど僕らがリッチャさんの質問に答えてないっていうのはありますね <laughs> 完全に無視した無視からね僕がね、うん、僕がもう完全にもう食い気味で被てかぶせたえじゃあリッチャさんは素人環境何ですかって <laughs> そうそうそう <laughs> その前リッチャさん聞いてんじゃんあのタイトルどうやってつければいいんですかって、うん、無視無視だ、ね、<laughs> はいじゃあタイトルについて答えましょう答えますか 僕はやっぱなんかその時話してることについてみたいな丸々についてが基本じゃないですか、うん、基本形としてあるんですけど、うん、せっかくらはちょっと面白い言葉遊び入れてみようかなとかまあそれを考えるぐらいかなあと語呂がいいかどうかとかあとさ811回の後に続くから、うん、数字で始まるタイトルは数字は入れないあ数字は入れないですよ、ね、知人性悪くなるじゃんとか、うん、そういうのを考えるぐらいですかね夏目さんはなんかある僕もまあ同じじゃないですか 僕が意識してるのは、あれかな、成美さんほどちゃんと作る、書かないっていう、うん、そこをう,うーんうーんって頑張るのは、そんなに別に、聞く人は別にそのまま流れで聞いてくれるんで、うん、まあさ、早く公開しようと思ってます、僕は。で、あとあと別にタイトルは変えれるんで、うん、なんかそんなに気にしてないっていうのはあります。あとはなんか、その時話してる中で、面白い固有名詞があれば、それ入れてあげて、知ってる人は、あそいつで聞きたいなと思うかもしれないし、知らん人は、 そういうの入れようかなとか,かまあ記事のタイトルに近いのかなそうですねタイトルで言うと「リビルド宮川さんが出てくれた回、うん、あれ日本語にしてタイトル変えたらあと3倍いきそうですねそうかもしれないね今変えといたらうん、うん、1>, <laughs> 1年に1回タイトル変える <laughs> <laughs> あれねわざわざリビルドっぽいタイトルしたんだよね英語でねそうそうでもその文脈が分かんないと多分あんまりあれ意味なしてないですよね「01」とかとあんま変わんないですよね、うん、リビルドから来た人が あ、オマージュなんだって分かればいいっていうそうそうそう,そう、うん、ハイコンテンテクストすぎるっていうね <laughs> なるほどねいや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 お忙しい中ね出てくださってありがとうございますうん、うん。リッチャーさんは昔から知り合いの関係だけどほんとリッチャーさん入ってから僕 10X が何なのかって分かったなと思うからなんかそういうとこ多いですよね、うん、その知らないところに入ってああそういう、ね、とこまで持っていくみたいなそういう人って結構いるよね他にもいるなと思うな、うん、その何 謎の会社に誰かが入ることによってちゃんと発信してくれてやっとどんな会社だか分かったっていうみたいなどどこががあありますうういう系がある例えばねまあ僕ノートっていう会社は森本さんという広報の方が入ってようやく意味が分かったなって感じですね。 うんっていうキーパーソンっていうのはいるんだなと思いますねはいはいはい、はい、いそう、うん確かに例えばさ僕はレイヤー X まだよく分かってないんですよおお<ー>あれも多分誰か,誰か候補が一人ったら候補ヘッド入ることによってその翻訳っていうのは一気にできるんじゃないかなって気がするね確かに確かにもちろん知ってる人は当然知ってると思うんですけど、うん、あの分野について知識があんまりない人は結構まだ謎のままだと思うんですよねそういう会社ってあるんじゃないですかなるほどねうんそれ大企業も実はそうですよねっていうのはきちきちにちゃんと作られた候補 方法じゃんか何トヨタ入ったらこうだったわ楽しいわみたいなツイートで知るみたいな,なんかそういう人から知る方も多いんで、うん、実は大企業でもそういうのは大事かもしれないですねベンチャーだけの話じゃなくてそれはあるかもねうん、うん、でそれではいはい東京の IT 企業の話、ね、じゃなく実は町の居酒屋さんも同じかもしれないうん、うん、あそこの居酒屋入ったことねえなーっていうのが実は店員さんが1人入って意外と漬物うまいわってツイートしてくれたらあそうなんだじゃあ行ってみようかなみたいな確かに そういうキーパーソンっていうのは常に求められていると思うしうん、うん、慣れると楽しいんじゃないですかねその人もそうですね確かに確かに僕結構そこの位置に行きがちですけどねほう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 行きがちまあ確かになつめさん入ったことによって僕の中のリクルート感がちょっとふやふやになりましたね,ね <laughs> 逆にねだいぶ柔らかくなったよね <laughs> あれね、うん、違う違うなんだろうなダメなのよ、うん、<laughs> ダメなのよ本当はあのあそういう会社な なじゃないのよ。<laughs> <laughs> たまたま僕なだけ <laughs> いやーなんかりっちゃーさんの話聞いてたら1人目候補とか候補じゃなくてもいいんだけど入りたくなってきましたねやっぱあの同じ何人も同じ職種の人がいるとこ入るのはカスだって言ってたじゃないですか言ってましたね僕本当、とぐさってきましたもんねうん,うんそんなやつはもうダメだって言ってたんでダメだ <laughs> 他方でっ <laughs> <laughs> 他方では全然知らなかったわ <laughs> <laughs> え知らない、うん、もうみんな言ってるよ言ってるみんな言ってるしあと僕どこだっけ一回コマンド F で探したことあったもん <laughs> <laughs> ちょっと一回気になると思う僕らも他方で使ってきますか今年は一方その頃ってことですよねそうですね <laughs> 途端に昔話みたいになった一方その頃夏目具合っていうのを他方でって <laughs> <laughs> それ他方で,方で,でいい年はね、うん、もうね2022年もいろんなゲストの方が来てくれるとうしいなと思っております、うん、もしねこれ聞いてゲストこの人来てほしいとかもしあれば「ハッシュどんぐり FM」つけてツイートしていただけると嬉しいです一方そのころどんぐり FM はフ <laughs> 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 ちょっとここから先何も考えてないですけど <laughs> 一方その頃ドングレーフンは決議の話をしていたっていうなるからやっぱゲスト大事だなと思った <laughs> 大事大事そうかそうか <laughs> 真面目度を一瞬保ってくれるからさうん、うん、<laughs> はいこれが公開されるのはお,おそらく年始の年始というかね一 1>, 1月のねうんなんかちょうど今年も仕事頑張ろうみたいな時に公開されるからあいいかもしれないですね、うん、確かにちょっとモチベーション高く <laughs>

慣れた手つきで耳に差し込むイヤホン泣かれてくるどんぐり FM そういえば最近話題のニュースや新しい何かに出会えてないな元気に学ぶちょうどいいゆるさ帰り道で見つけた気になるみランチどきなつめのいい香り気軽に頼り気さくな返事まったりとした時間が過ぎ終わり近づくたびに少し寂しいここじゃいらない作り笑いさてそろそろ日常に戻りますかなんかこの瞬間 考えとおし「話したり聞いたりやりたいことがたくさんあるから戻ってきてしまうんだこの場所に」「話したい聞きたいやりたいことは山積みだからまたおどんぐりの木の下で」